って旅をしてございます。どうも近藤です。はい、というわけでですね、お分かりでしょうか、買っちゃいました。新しい車を買っちゃいました。彼女に内緒でいや違うんすよ、いや違うんすよ、違うんすよ。なんだですね、先月ね、前に乗ってた軽キャンジャンボをお譲りさせていただいたじゃないですか。でそのお譲りさせていただいたお金で中古でね、新しい車を買うことができたんですけど、こいつをできたんですけど、めっちゃ迷ったんですよ。車もう何買うかなっていうのをずーっともう1ヶ月ぐらい2人で悩んでて、これしかないっしょっていうのをネットで見つけて、で実際中古で売ってるところに見に行って話とか聞いてたんですけど、買えなくてめちゃビビっててでまあそんな感じで月日流れて、まあ、愛知県車ないとめちゃくちゃ不便なんで、もう昨日思い切って僕買ってきました。内緒で買いました。はいで今ゴールデンウィーク前で、彼女が歯医者と皮膚科に行ってて、コンビニで待ち合わせしようみたいな話をしてるんですよね。というわけでですね、迎えに行こうと思います。怒られるかなです。あそこにいる。今から突します。よし、ありがとう。よしよし、何見てえ、ジェイショーだった今日。何それ、ダメだわ。コナンの一番くじ今日行ける気がしたんだけどダメやった。でも可愛いんだよ、見てこれさ、結構種類があってさ、赤井さんいたからまあいいかな。どうでもええねん今どうでもごめんなさいごめんなさいごめんなさいちょっと来てくれ、あっちゃんコナンの一番くじなんかね、あっちゃんもうぶっ飛ぶようなことが待ってるから。今日 A 賞来る気がしたんだけど。今日俺ね、電車で来たんじゃないのよ。お、何で来たの。今日はですね、こいつできた。え？え、これ？こいつできたんだ。ダメだよ、人様の車触って。違う。俺そんな愚かじゃない。そんな愚かじゃない。え、これどうしたの？この間見たやつ？そうだよ。買ったの？うん。マジか。え、すげえ。え、本当に？そうだよ、あちゃん。わ、すごい、ついにやっちまったよ。あ、ちゃんとコンちゃんの荷物が置いてある。そうだよすごいね、なんかちょっとびっくりして、なんかどういう反応すればいいかわかんないけどすごい、やっちまったぜ俺は。やっちまったか。やっちまったあそんな、なんか勝手に買ってきてると思わなんだよというわけでですね、はい、ちょっと大きめの公園にやってきたんですけれども、はい、多分この光景でね、お気づきの方もいると思うんですけれども、はい、僕たちの新しい相棒はですね、はい、中古のハイエースになりました。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。さっき知ったね。いやでもね、よかった。結構いろんなのでさ悩んでたじゃん、こんちゃん。もっとこれよりももっとすごい大きいのとかさ、いろんなので悩んでたから、一番まだコンパクトそうなやつで、それでも大きいけど、まあそうだな、よかった。まだ前だったらね、もっともう窓なりみたいな感じだったのに、人一人分空いてるからね。もうでかいよね。いやすごいよ、この座席あるだけでちょっと嬉しいもん。嬉しい誰かを乗せれるっていう、ね、なんか気持ちはある。一応ハイエース自体私も試乗したじゃん。感覚的にはあのセレナとかさ、家族車そんなにその変わらないんだけど、後ろの感覚はまだね。ああそうやな、つかめなかったもん。曲がる時とか後ろガガガーってやりそう。怖い、めっちゃ怖い。うわ、まだちょっと違和感あるわ。やばいよな。やばい、でかいもん。ちょっと平成30年のハイエース5型のガソリン車。すごいディーゼル派の人が多いらしいんだけど、ガソリンとディーゼルの間に50万円の価格差があって、その50万円あったらもうなんか内装カスタムしたいっていうのと、単純にちょっとうるさかったんで、ディーゼルが。そう
そうだね、 YouTube 撮るにはだいぶうるさかった。そうそう、ちょっとね音声拾えないなってなって、まあ、ガソリンにしたっていう。燃費はね、うん、あれかもしれんけど YouTube で音がね拾えないぐらいなら、まあそうやな、こっちの方が絶対いいと思う。内装は中古だから元の人のままなんですけど、うん、はい、この辺がめちゃくちゃなんかおらついてるんですよ、ね、なんかちょっとごついよな。怖い人乗ってたんかなって感じの内装してる。エンジンがもうスマートエンジンなんで、もうこれでつくんすよ。あ、もうギュルルルルンってやつじゃない。ギュルルルルンじゃないの、もうポチでつくから。そうなんだ。平均燃費は 10.4 の現在走行距離は 37,000km って感じですね。おー、ここにね、ほらおー、これはね、でかい。これでかいよ。でかいね。私の中ではめっちゃでかい。毎朝ここでメイクをね、うん、旅中するんだけど、なくてここにもともとジャンボ鏡が、ファンデーションとか置いてガッタンガッタンなりたい。だってここにね、収納ができたんで、いや、これ開く。二人の間に隔たりができてしまって、隔たりできても収納があればいいわ。実用性重視。めっちゃ広い。セレブリティ、うん、VIP、 うん、初めての後部座席や。ねえ、すごいね。すごいな。なんならまだ後ろもあるから。ねえ、すごいね。足が届かない。ちょっと待って。わあ、広い。この辺ちょっと結構傷が、あ、そうだね、確かに。わかるかな、これ。いろんなとこに結構多い傷は。そう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 。外の傷もあるし、うん、中に多分資材運んでたか。あ、そうだね、そうそうそう、なんかそんな感じっぽいね。そんな感じで結構傷が入ってるんですけど、まあどうせ俺たちはやるんで。そう、どうせ汚すで。すごい、でもこことかなんか電気ついてるやつだもんね、これね、なんか。あ、そうなんですよ、このスイッチを押すとつくんだわ。割と明るい、ね、チャラい、チャラい。ここはすごいな、なんかすごい、なんか絶対前の人ちょっとなんかオラついてた。ほらなんだ前のオラついてん。拍手喝采、中腰果てはせんな。そう、ね、こんちゃんが結構きついな、これ。いやー、これはもうね、やばい。そうだね、高いやつもあったけどね、もっとさ、ここ。ああ、そうだね、あれちょっと車高がさ高すぎて、あの入れないとことか出るからさ。そうそうそう、やめたんだよね。そうなんだよね、あのイオンとか入られへんから。そう、それはね、ちょっとね、痛いんで、そうそうそう、まああえてこのサイズにしたっていう感じかな。というわけでですね、はい、これからの我々の車は白のハイエースになります。はい、今回も車を変える第一条件が、はい、もう目立たないっていうね。そうですね、あれだったんで、うん、まあ、いろいろね、前の動画でアドバイスとかもいただいてたんで、ナンバーとか車映さない方がいいよみたいな、ね、言われてたんで、私たちも考えはしたんですけど、結局ジャンボみたいにね、こう車と一緒に写真を撮ったりとか。そうだ ね、一緒に旅をしたいので、一緒に旅をしていく上でやっぱりね、思い出を残していきたいんで、まあ、ほんとジャンボみたいにこう通りがかってぼーっとしてても、え、何あの車、あ、みたいな、あ、そうそうそう、ならなければいい、目立たないんで。そうそうそう、正直白のハイエースなんか愛知県なんかもう3台に1台は白のハイエース。もう3台に1台は走ってるんですよ、マジで。それは言い過ぎだけど、めっちゃ走ってる。でもめちゃくちゃ走ってる。馴染めればいいんだよね。そう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 、実際本当ハイエース自体もベージュとかさ、うん、そう、ちょっとおしゃれな色にしたかったんですけど、うん、まああえて白にしたのはやっぱりもう目立たせないために、そ う、ね、そうしました。はい、はい、まあでも脱げばすごいぞみたいな。そうだな、そう感じね。ちょっと内装は結構マジでこだわりたいんで、まあ無理ない範囲でやろ う楽しくやれるぐらい、そう、ちょ DIY していこうかなって思います。我々の家を作っていこうと、はい、思います。はい、それではまた次回かな。はい、バイバイ、バイバイ。